。どうも皆さんこんにちは、わっきーです。さあ、今日はですね、新御茶ノ水淡路町エリアにやってきております。で、今回紹介するお店、誰もが知っているつけ麺のパイオニア的存在、辻田さんに今日は食べに行っていきたいと思っております。今回は辻田の本店に行ってきたいと思います。あ、もう店着きましたね。まあ、早いです。もう淡路町駅の A7 出口出て歩いて1分ですね。で、お店の前にね、パーテーションがあるんで、ランチ時は、まあ、かなり並ぶんじゃないかなと。大人の贅沢、大人サマージ、1日限りの煮干し復活。え、この7月の2日日曜日だけしか食べられない煮干しがあるみたいです。300食限定みたいですね。辻田さん食券制でして、一番の看板メニューはつけ麺ですね。辻田さんラーメンも食べられますからね。で、ご飯物とトッピングメニューとドリンクと、でテイクアウトもやってますと。まあ、あの辻田さんは自分プライベートでもう何回も食べてまして、まあ、今回このワッキー TV ではまあちょっと初めて紹介するんですけど、もういつもね、この特製つけ麺なんですよね。何気にあのラーメン辻田さんでね食べたことないんですけど、またちょっとね、これは別の機会でラーメンだけね食べに行きたいなと思うんですけど、まあ今日はちょっと初めての紹介ということなんで、看板メニューのつけ麺を食べたいと思います。つけ麺の麺は冷や盛りがデフォルトなんですけど、お店の方に言えば熱盛りもやってくれます。で、麺の茹で加減は固め柔らかめもできます。で、麺の量はこんな感じです。あ、すいません。ということで店内入ってきまして、ちょっとね暑くて、お冷やいただきます。あー、キンキンだな。来てる時間がね16時過ぎですね。この時間めちゃくちゃ空いてるということで狙ってきました。で、店内はフルオープンキッチンですね。もう席から調理風景が目の当たりにできます。で、卓上の調味料はこのね、黒七味が、これ結構いいアクセントになるんですよね。削って出すブラックペッパーね、この見るの。あと辻田さんの YouTube チャンネルやってます。まあ、ラーメン好きな方はもう知ってる方多いと思うんですけど、辻田さんの特徴はやっぱりすだちですよ。最初はね、つけ麺の麺だけ楽しんで、途中に麺にすだちを絞って、これがねまたうまいんですよ。ました。うわ、もう麺が艶がすごいね。この綺麗な麺線ね。はい、久々だな。いただきます。うまいんだよね。ちょっとまずはね、あの素振りたいんで、麺だけ。吸ってみたいと思います。すごい弾力。あとこの香りね、もう噛むとさ、歯が押し返されて、小麦の香りもたまらないよ。で、漬け汁はこんな感じです。チャーシューがね、ほらこんなに入ってるんですよ。まあ特製なんでね、あの一応具が全部乗ってますよっていう感じなんですけど、長さはこんな感じです。はい、どうも。朝は私は途中で麺に絞って、いらっしゃい、いらっしゃい、どうも、こんにちは。はい、こんにちは、どうも、いらっしゃい、どうも、いらっしゃい。うまいね。この魚介のさ、うまみがすごいのよ。で、メンマもさ、結構濃い色してるでしょ。おー、ご飯が食べたくなるような味付けでさ、すごい染みてんだよね、これ。
まだまだ残ってます、この特製のほらチャーシュー見て、ほらチャーシュー食べて麺だけ食べたい、うん、食べ方は人それぞれだからね、うん、チャーシュー本当美味しいわ。自分はねもう2すすりぐらいしたらね、すだちね絞っちゃいます。辻田さんといえばこれだよね。すだちの柑橘の香りがまたたまんねえな。うん、これ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 、辻田さんうめえな。漬け汁結構濃厚だから柑橘がねまたこうちょっと締まるんだよね。うん、最近は空港にも辻田さんが入ってたりしてるから全国的に味わえるようになってて、ある意味なんかこう国民食みたいな、外国人の方もね結構食べてるから。でここで黒七味をかけます。改めてすごいのが、このクオリティがどの店舗も誤差があんまりないっていうか、こんだけの店舗数オペレーションやってるっていうのがすごいなと思いますよ。よろしくお願いします。こんにちは、うん、お願いします。今日スープ割りをご提供いただきました。よろしくお願いします。こんにちは。またこれがうまいんだよね。いやたまんないですね、本当に美味しい。うん、こちら支配ます。ごちそうさまでした。今ね1.43ということで、今日はつけ麺のパイオニア辻田さん、このね東京から辻田さんが爆発しまして、今回はねあの本店の方にお邪魔しましたけど、次回はねちょっと間空けて辻田さんのラーメンをあの進めに行きたいと思います。で今日はサクッとした動画でございましたが、辻田さんの本店からお別れした。またね。